い、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。お願いします。今、長野県は松本市に来ておりますけれども、はい、今日はウクライナ、はい、そしてロシアの戦争について、詳しく説明いただきました。はい、自己紹介お願いいたします。はい、京都大学 の、 人文科学研究所で、はい、歴史学を研究しています藤原達志と言います。藤原さん、はい、今日の感想はどうでしょうか。そうですね、今日はですね、最後の質疑応答がやっぱりものすごいレベルの高いものばかりで、やっぱりこう私もかなり頭が沸騰しそうになりましたけれども、やっぱり今 の、 ウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻という問題が単にこう遠い国の遠い問題ではなくて、おそらく松本 の、 住んでらっしゃる皆様にとってものすごく近い、あるいは自分のこう生活や普段考えていることの延長にあるものとして考えてらっしゃるんだなっていうのを強く思いました。歴史的なことがいっぱいあるんで、はい、たくさん の、 その盛りだくさんの話をいただいたんですけども、はい、どう受け止めたらいいんでしょうかね。そうですね、今日多分あっちこっちお話をしたので皆さんも頭の中が混乱されてるかもしれませんけれども、うん、まあ、私がやっぱり考えたかったのは、まあ、この今回 の、 そのロシアのウクライナ侵攻っていうのを単にこう大きな国の物語として語ってはいけなくて、でそれは100年前からの例えば現代史の流れの中でドイツとロシア、当時はソ連でしたけれども、その間に挟まれた中規模の国や小国がどのような運命をたどったか、その過去を振り返ることでようやく現在のことが理解できてくるんではないかということが、まあ、一つのメッセージでしたし、それからドイツも今その NATO の1カ国加盟国としてウクライナに戦車を供与するということになりましたけれども、やっぱりその背景には例えばレオパルド2というのはレオパルド1はナチス時代に開発されたものですし、そういう意味でやっぱりウクライナの人がもう一回このロシアに、じゃなくてウクライナにこうドイツの戦車が走るのかっていうのに対して非常に複雑な思いを抱いているのと同様に、やっぱり過去こういう形で現在の紛争の中で蘇ってくるという、そこをやっぱり抑えていかないとやっぱり現在の分析だけでは理解できないのではないかという今日のメッセージでした。まあ、情報としては本当に、はい、まあ、ウクライナよりのその情報がいっぱい入ってくるんですけども、はい、よくよく先生の話を聞いていれば、はい、まあ、ロシアの、まあ、都合というか、はい、その辺がこうはっきりしてくるんですよね。そうですね、つまりもちろん私はプーチンのたち、あるいはロシアの人たちのウクライナ侵攻というのは絶対にこれはダメなことであり、これによってウクライナの人々、特に普段生活をしている人たち、あるいはその、にとってやっぱりものすごいこう深刻なですね、傷跡を、もう二度と言えないような傷跡を残したと思いますね。だからそういう意味では全然ロシアを擁護するつもりは全く、ロシアという国を擁護するつもりはないですが、ただロシアの中でも、まあ、その反戦を頑張ってこうやってらっしゃるジャーナリストや、それはデモをやってらっしゃる皆さんもおられるし、それからそういうふうにロシアが今置かれているこう NATO との関係上をやっぱりイメージして、それを考えないと、特に NATO っていうのはこれまで、セルビアでの空爆とか、それからさっきちょっと話になりましたけど劣化ウラン弾を投下していたりという形で、決して NATO が正義の味方というふうに考えてしまうと見えなくなってしまうこともあるので、まあそういう意味でちゃんと過去を見て、そしてその完全にウクライナ全ロシア悪という単純な二項対立に陥らない思考が必要じゃないかと思います。だけどやっぱり私たちはこうやって難しいからといって考えをストップしてしまうと、これはやっぱりこう権力者たちの思うツボなので、できるだけ考え抜く、考えるのをやめないっていうのが大事じゃないかなと思います。まあ、テーマにもありましたけど、世界の未来、はい、どんなふうになっていくんでしょうか。そうですね、今日も質問がありましたけど、おそらくこの世界というのは今の状況であれば決していい方向には進まないと私は、まあ、歴史を研究していると思いますし、まだまだ続きますか。はい、まだ続くと思いますし、やっぱりその決して楽観はできないと思いますが、どうすればいいんですかね我々は。はい、そうですね、ただそういう意味でも先ほど言いましたようにロシア国内でも反対の声が上がっていたり、あるいは各地域でもやっぱりできるだけ攻撃されている側、あるいは弱い国の立場の側に立って、弱い立場に置かれている人の立場に立ってものを考えようという
人たちがやっぱり今もいない、なんていうか消えてないわけなので、まあ、そういう方たちと意見を交換して、私たちなりのこう考え方をこう気づいていくっていうことが必要かなと思います。今後の目標なんかは何かあるんでしょうか。そうです、目標なんていうのはやっぱり今これだけ混迷を深めた時代にはなかなか、まあ、抱けませんけれども、やっぱり私としてはいつかこの20世紀の歴史をちゃんと概観できるような研究本を書きたいなと思ってます。でそうすることで西洋側でも、あるいはアメリカ側でも、あるいはロシア側でも、あるいは大きな国中国側でもない、あるいは日本のナショナリズムでもない、何かこう全く違ったこう世界史の見方っていうのをやっぱりこの場で考えていけるんじゃないかと思ってまして、そういう意味でいつかそういうのを書いてみたいなと思ってます、はい、なるほど。ぜひ目標に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございます。今日はお疲れ様でした、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。急に生まれてきたんではなくて欧州の主流だとお聞きしたんですが、はい、確かにイギリスのブア戦争やスペインのメキシコでの行いからそんなふうにと思うんですが、ただ、講演をお聞きして、満州での満州国の傀儡とか、それから、クロアチア共和国、はい、ナチスがやったこと、それからアメリカが、イラクやあるいはアフガニスタン等でやったことを考えると、むしろ欧州の主流というよりもその国家というか人間性の奥深くにある、もうそういうものじゃないかなというふうに感じました、はい、で同じ文脈でワイマール共和国においてナパロ条約を結んだ、ドイツが、はい、パオベーラ、アウディア、メルセデス等の軍事産業というか平和産業の、自動車やトラッカーの開発費で実は、軍需技術を蓄積してあっという間にレオパルト1を作った。これは1930年代に日本で日本産業、昭和連合、そして、中島飛行政策省が、それぞれ軍需産業の世界的なトップゼロスを作ったりして、それがでも解体後スバルを、中島産業はスバルに、うん、日本産業は今の日産業、そして昭和連合は今もある。でそれらが、まあ、川崎重工もそうですが、それらが、まさに今トップの戦闘機を作る、そして、総理を作る、はい、っていうのを見ると、うん、本当にそれらは、欧州のっていうよりも、もう国家の中に隠れているものじゃないかなっていうことを、お話をして思いました。その辺、そんな理解でよろしいんでしょうか。ありがとうございます。とても重要なご指摘だと思います。マゾワは確かにヨーロッパと言っていて、国家という機構そのものや、あるいは私たち人間そのものからナチズムが現れたとは言ってないわけですね。そう、多分マゾワにとってそう言ってしまうと、やっぱりナチスに占領された側であるバルカンとかそれからポーランドとかの立場に立ってものが言えないからだと思うし、そういう立場にはできるだけ立たないというふうにしていると思いますが、おっしゃっていただいたことは私も共有するところがあります。というのはやっぱりこう日本、私はナチスと同盟を組んだ日本ですね、日本の同時代の動向もいろいろ研究していく中で、さっきおっしゃった中島飛行機もそうですし、それからさっきおっしゃった昭和電工も、それから窒素もそうです、日窒コンツェルもそうですけど、まあ、そういう形で日窒と昭和電工というのは、まあ、空気から空気の窒素を利用したアンモニア生産で、これは肥料と火薬に使えるわけですけど、これを使って、まあ、ヨーロッパ、もしくは、まあ、朝鮮半島満州へと侵略していくわけですけど、そういう意味でもよく似ている。窒素、空中窒素固定法っていうのはドイツで生まれ、ハーバーボッシュ法ということで生まれて、それがやっぱりそれとちょっと違いますけども、同じような形で空中窒素を利用する方法が日本でも同時代的に利用されていくということを考えるならば、なんかこうヨーロッパっていうよりも、そういうふうにおっしゃったように、国家あるいは私たちの欲望とか私たちの、ということが言えるっていうのは、そうだろうなと一方で思います。ただ
ちょっと気をつけたいというか、私がもう一方で考えているのは、おそらくその国家といったときに何どういう国家を指しているかということだと思います。で、おそらくナチスにとって何としても完遂したかったプロジェクトというのは、国家の中でも王様国家でもなく貴族国家でもなく国民国家だったと思うんですね。で、国民国家っていうのは何かと言いますと、王様やあるいは立派なこう貴族とかが、この国家を作るのではなくて、国民という一つの、まあ、を設定するわけですね。私たち国民っていうのを設定して、その国民は基本的には同じ文化を背負い、同じ歴史を持ち、まあ、できる限り同じ言語をしゃべる、で同じような外見を持つ、そういう人たちで一つの国を作ろうという国民国家の思想が19世紀に、これは残念ながらヨーロッパで作られてしまったわけですね。で、その国民国家の思想を、しかしドイツは、ドイツ国内にはドイツ人以外の人がたくさんいるし、ポーランドにおいてはユダヤ人がたくさんいるし、そういう方でいろんな地域でその国民国家を取り入れようとしていくんだけど、齟齬をきたしてしまうわけです。で、これがおそらく第二次大戦や、あるいは第二次大戦以降のアフリカ地域や、あるいはユーゴが一番悲惨な事例だったわけですけど、だって一国家、一言語、一宗教、一文化なんてありえないわけですけど、まあ、それを目指そうとしてしまったヨーロッパで作られてしまったその考え方ですね、まあ、それはナポレオンに源泉があるのかもしれませんけど、そういうものからすると、おそらくやっぱりその国民国家の思想からするとナチズムっていうのは主流に位置するのかな。で、テクノロジーの面も全くご指摘の通りで、技術をどんどん新しいのを開発したいっていうのは国民国家と関係なくって、それは農耕人類が始めた時からずっと新しい技術をゲットしようと思ってたわけですが、で、それはその延長線に多分私が反対しているリニアモーターカーとかもあると思うんですけど、ただそれとその国民国家の中のテクノロジーが違うのは、やっぱりそのナチスや、そのあるいはこう今の日本とかがテクノロジーを推進しようとして、その同時的に展開していくそのテクノロジーっていうのは、単に人々を幸せにして人々に富を与えるというだけではなくって、同時に統治のテクノロジーが絡んでいたということは、つまり戦車にしても化学肥料にしても、まあ、原子力発電所にしても全部そうだと思うんですが、ある一定のある財力や権力を持つ側にできるだけ利益を得るようなテクノロジー、これは私は農業技術史を研究しているので、農業技術史の方から言えるのは、つまりできるだけ国民国家のためになる品種改良の技術っていうのが、やっぱり農業史においてすごく重要なんですね。で、これはできるだけ国民国家にとって覚えめでたい、まあ、清少といいましょうか、国家に近い、ケミカルな産業、例えばさっき言った昭和電工とかそうなんですけど、日鉄もそうですけど、日本窒素肥料株式会社も結局両方とも、ね、新潟水俣病と、熊本水俣病の原因企業になるわけですが、そういうふうな形でのそのテクノロジーの統治として使われてしまうあり方っていうのは、ナチスはめちゃくちゃうまく利用していたと思うんです。テクノロジーが国民国家をまとめ、テクノロジーが人種主義を拡大し、テクノロジーによって人さえも技術のものにしてしまうというか、その、ナチスが一番、ひどい、ナチスはひどいことを爆散やってますけど、最近とりわけひどいというふうに言われているのに飢餓計画っていうのがあるんですね。で、この計画っていうのは、占領した地域で、ドイツ人以外、スラブ人やユダヤ人やロマンたちは占領した地域の食料をもう極限まで少なくして、でドイツ人にはたくさん食べさせるって形で、看板の上による虐殺っていうのをやったんですね、ナチスは。飢えさせて殺させる。で、これは人間をある意味ものとしてテクノロジー的に考え出すという思考じゃないと無理なんですけど、実際にこれをやった人物っていうのがテクノクラートと言われますが、社会問題をテクノロジー的に解決しようとする、まあ、その最高峰であるヘルベルト・バッケという人物なんですね。これナチスっていうのはそういうふうに社会問題も自然の問題もできる限り技術テクノロジーを使って、
解決したように未成法という運動があって、でそういう国家の問題をテクノロジー的テクノクラート的に考えるという意味では、むしろこれは西洋で発明されてきた、まあ、フランス19世紀のフランスから始まるようなものの匂いがするだろうと。だからそういう意味で今のご質問に対してはものすごく私その賛成しますし、その通りの面が結構あったし、僕もちょっとその辺言えなかったので反省しましたが、一方でこう19世紀ヨーロッパで開発されてしまった国民国家とテクノロジー思想というものの末裔でもあるという点も重要かなと思ってました。すごい考えさせられる質問でした。ありがとうございます。じゃあ他はいかがでしょうか。ありがとうございます。三浦と言います。先生が今の段階でですね、この戦争を終わらせる方法論というのはどんなことが考えられますか。はい、これはもの中学生から知りたいウクライナのことを考えてからよく聞かれる質問ですけど、私がどういうふうに答えるかというと、それは分からないというしか言いようがなくて、おそらくそのこれを終わらせる方法というのは、私たちがここにいる人たちで一生懸命考えて一つ答えが出たとしても、おそらくそれが答えになる可能性が低いぐらい大変難しいものだと思います。でジャーナリズム、日本のジャーナリズムはやっぱりすぐにですね、歴史研究者にいつロシアで反乱が起こるんですかって聞くみたいですね。やっぱりこれはなんかすごく僕単純化しすぎだと思うんです。でさらにこうむしろ私たちがまず考えなきゃいけないのは、これからどのように戦争が拡大しうるでしょうかっていう問いをまず立てて、でその上で、それは今日お話しした通りなんですけど、その上で、終わるというか戦争が一つの、終わりの形っていうかな、一つの停戦っていうふうになるとしたら、どうなるのかなってこう考えない順番が必要だと思うんですね。でだからまああえて言ってしまうと、私の今までの歴史研究からすると、調停者がいないんです今回。でアメリカという国はもちろんウクライナ側についているし、中国という側はどちらかというとロシア側にいるので、第三者として第一次大戦の時 のアメリカとか、その第二次大戦の時はさすがに調停者はいなかったですけど、その調停すべき国、あるいは大国に調停する力がないといった方が正確ですかね。そういうそれぐらいこうなあれになっているので、何かこうスーパーパワーが出てきて、はい喧嘩両成敗ということはほぼないだろうと。でそうなってくると海疲れていく、ひたすら疲れてどうしようもなくなって、何らかの形で手を打つんだけれども、僕がむしろ今のご質問に対してお答えするとしたら、戦争がたとえ休戦協定あるいはもちろん条約が結ばれて終わったとしても終わりきらないだろうというのが答えです。恨み、つらみ、そして大国に対する怒り、そしてテロリズム、それからこれもズタズタにウクライナ引き裂きましたから、ウクライナの内部の問題もありますし、ロシア国内で経済制裁食らってますよね今。で飢餓の問題起こってないはずがないわけですが、ロシア国内の問題もうあらゆる憎悪がうごめくという意味では、戦争はやっぱり終わりきらないだろうと。だからそういう意味で私自身が今の答えに直接答えられないんですが、ちょっと周りからもし今のね、私の本当に数少ない知識の中で振り絞って考えると、そこまでしか言えないかなというところが正直なところです。お許しいただければ。
はい、そうですね、はい、私が調べた限りは結構起きてたけど、はい、そのことも全然、まあ、あのマスコミとかメディアが知らせるということがなかったので、あのちょっと思い出したので、なんかちょっとその、私も考えるきっかけとして、その国家とテクノロジー、そしてその軍産複合体と経済との関係ということが、まあ、その農業も経済なので、そこら辺のこういろんなこう絡まり、複雑な絡まり合いについてもうちょっとこういろいろ学びたいなと思ったです。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に重要なご指摘ですよね。やっぱり あそうなんです。マスクしてるから分からなかった。すいません。いや、あの、はい、あのここからちょっと私緊張タイムが始まるわけですが、そうですか、はい、まずですが、あのそうです、イラク戦争の劣化ウラン弾というのは私が見た映画だったのリトルバーズですよね、綿貫さんでしたっけ。あの映画の最後の方でちらっとこれは、まあ、多分あの放射線で、病気になった人たちがちらっと出てきているように見えたんですけど、やっぱり彼も多分見てたと思うんですが、その劣化ウラン弾の問題というのはいつもいつも最後に持ってかれるというのはご指摘の通りです。で、私が引用した山崎佳代子さんもつい最近出されたあのドナウの旅をめぐるエッセイの中で、劣化ウラン弾についてお書きになってました。というのは何かというと、やっぱりこの地域 NATO に空爆された後にやっぱり明らかにがんが増えているということを、彼女のまあ体感ですよ、あの数値を出しているわけじゃないんですけど、そういうふうなことを言ってるし、それからそのさっき言ったサッカーのであのセルビア、あの旧ユーゴをお書きになった木村幸彦さんを見ても、コソボっていうのは集中的にまああの空爆を食らってますけど、やっぱりこうあの劣化ウラン弾 の影響っていうのはあるんじゃないかっていうことを彼もあの書いていて、それ数値化できないのがやっぱりじくじたるものがあると思うんですが、現場をその訪れている方たちにとってやっぱりそれは結構リアルなものとしてあると思います。でそういう意味でいわばアメリカ、あの欧米のあるいはあの NATO の、 あの、電気を生産するため の、 そのゴミを、まあ、まさにこういう地域に輸出しているというふうな構造だというふうにあの思うわけですね。でこれを翻ってその農業技術というテーマに当てはめてみると、農業技術というテーマもやっぱり、近いものがあるかなと思ってます。というのはどういうことかといいますと、あの第一次世界大戦という戦争はいわばテクノロジーを統治化したという非常に大きな戦争だったと思うんですけど、第一次大戦で生まれたあの新しい兵器のうち戦車ですね、戦車を先ほど言いましたように、農業用トラクター の、 あの戦争利用です。あの農業トラクターを改造して生まれたものですし、それからあの爆薬はあの当時その化学肥料、窒素、さっき言いました窒素固定の、 あの利用方法で空気からあの生産できるようになったのが第一次大戦中でして、ですからあの水俣病の原因企業である窒素は朝鮮窒素肥料株式会社で両方作ってたわけですね。火薬と窒素肥料を作ってたわけですけど、そういう意味で二重ですね、人を生かすための技術と人を殺すための技術を両方持って、あの大きな牽制を振るったのが、まあ、窒素であり昭和電工でありというふうに言えると思います。でさらにもう一つ第一次大戦で外せない技術が農薬になります。これは第一次大戦で初めて生まれた
あの兵器の一つが毒ガスでした。で毒ガスっていうのは3つ種類があるんですけど、フォスゲンっていうのと、あのそれからあのマスタードガスっていうのと、それから青酸ガスっていうのがあるんですけど、その3番目の青酸ガスっていうのは血液に働きかけてヘモグロビンが酸素をゲットすることをできなくさせるので、一度ね、青酸カリってよく2時間ドラマで使われますけど、クンクンってやったらアーモンドの香りがするって言ってすぐ大体探偵が分かっちゃうやつですけど、あの青酸カリをやると即死します。あの即死しない場合もありますけど、あれをあの第一次大戦で開発しちゃったんですよね。でその時にアメリカもめっちゃ作って、で作った結果第一次大戦終わって大量に余ったんですけど、その余ったものをアメリカの応用昆虫学者が、これもしかしたら綿花畑の害虫に使えるかもって言って、空軍の飛行機を借りてばらまいたのが農薬の始まりなんです。だから人を殺す技術を、あの害虫を殺す技術へと、まあ転用したという意味では、まあ、人間、あの人畜共通感染症というのはこの前のコロナですけど、まあ、いわば 人間と昆虫共通の技術として生まれたのが、いわばあの農薬の技術とさえ言えるかもしれません。でその農薬の技術は戦後いろいろな種類が出てきますが、その中でも最も活躍した非常に大きなあの力を持ったのがモンサントという企業でした。でモンサントのラウンドアップっていうあのものは当然ながらあの例えば我々の大好きな大豆ですよね。大豆っていうのは9割以上が輸入で日本に入ってきますが、そのうち多くはアルゼンチン、ブラジル、アメリカから輸入してますが、遺伝子組み換え技術で、その大豆に必要なのがあのこのラウンドアップというあの農薬にも耐えうる、まあ、あの品種改良の技術ということで、まあ、ここでいわばつながってくるわけですね。こうあの遺伝子組み換え技術と農薬の技術というのが結びついていく。そしてその、 あのモンサントという企業があのベトナム戦争の時にあの、まあ、ばらまいたあのかあの、枯葉剤ですよね。枯葉剤というのもあれは名前が枯葉剤ですけども、ご存知の、まあ、釈迦に説法だと思いますけど、枯葉剤っていうのはあれは農薬です。でよくあれはあのゲリラがですね、森の中に隠れているのを炙り出すためっていうふうに教えられましたけど、それもあるんですけど、要するにあれは食糧戦争です。だって農薬をまけば葉っぱが枯れるじゃないですか。それはご飯を食べなくさせて、木が植えさせるという目的がその枯葉剤の非常に大きなものなのに、まあ、枯葉って名前がついちゃったせいで食糧戦争だっていうイメージが弱くなってるのは僕は問題だと思いますけど、まあ、いずれにしてもそういう意味での農薬がその直接あの武器になったのがやっぱりベトナム戦争だと考えていくと、まあ、そう考えるとやっぱりもう生の技術と死の技術がもう密着していて、でそれをやっぱ大きな資本を持っている企業とそれを支えている人たちが、まあ善意のもとでですね、まあ、だって、ね、農薬いっぱい使えばたくさん生産できて木が撲滅できるっていう名前でお金が回るわけですから、そういうふうなあの善意とあの、まあ、人道的支援と死の技術と生の技術が一体になっているっていう中に、おそらくさっき の, あのおっしゃっていただいたことも関わってくるのかなと思っています。ありがとうございます。はい、ちょっとそろそろ時間なので、じゃあ今手を挙げてらっしゃるお二方で終わりにしたいと思います。はい、あの、はい、じゃあお二方同時にも言っていただいて、はい、はい、まとめてお話できればと。ありがとうございました。その、まさにその東京でも北京でもニューヨークでもなく、台湾の人々の視線から東アジアを見るということ、あるいは沖縄を見るということについて、あのぜひ若い人の多くがれるので少し補足していただければ嬉しく思います。ありがとうございます。じゃあもう一方、じゃあと申しますけども、ちょっと本題から、もしかしてずれてるかもしれない。
食料自給をですね高めようとして、はいはい、まあ、有機農業とかそういうのをしてきたということの背景があるんですが、まあ、そういう背景を見ると今の日本は本格的に戦争する気ないかなっていうのは農業政策全くダメじゃないですか、はいはい、でこれがもし本当に本格的にこう食料自給のために例えばまあ私を知っている農家の方もこのお百姓さんもこの間あの自分のところは全部有機農業でトウモロコシの葉っぱからちゃんと肥料を作って里芋も全然まんまあのこれまでないぐらいうまくできたなって言ってて農薬や化学肥料の影響を受けないから価格も大丈夫だよなんて言ってたんですけど、まあ、そういう観点から本当はまあ国が農業をもっと本格的にあのこの国の農業農政とか考えなきゃいけないなと思っている反面下手に本格的に農業をですね力を入れたら戦争する気満々になるかなって思えることもあるのかそんなような どんな風なのかなってちょっと知らないことかもしれないですけどちょっと思ったのでご意見ありがとうございました。どちらも大事なお話なのでちょっと時間オーバーするかもしれませんけど、やっぱりちゃんと答えないといけないあの、ね、あのこれはご質問なので、お話しさせていただきます。上松さんのさっきおっしゃっていただいた台湾のことですけど、これはあの私が京都大学で一緒にあの悪巧みをしている駒込武さんという今ではあの日本の大学がもうボロボロですからあのそのボロボロな大学に対してずっと戦っておられる教育史学者がおられてその方に教えていただいたその方が訳されたあの、本からの私のまあ何て言うでしょうね受け売りになります。でこれ先ほどちらっとおっしゃいましたけど呉栄仁さんという方で呉っていうのはあの呉ですね、口にくにゃってなっててあの呉っていう字で栄仁の栄は栄仁の栄は比叡山の栄の左側のあれに比叡山の A でいいですね比叡山の A に人っていう字で呉栄仁と呼びます。そうですね呉ですよ。そう呉って言えばよかったすいません呉です。で、彼があのまさにこの中国 の, あの、まあ、台湾の対するすごいプレッシャーとそれからアメリカという巨大な国の中で、一人の政治思想家として何を考えるべきかっていうふうなことをまとめた論考があるんですね。これ岩波書店から出ているわけですけど、でこの本はですねどういうふうなことを言ってるかというと、重要なのは黒潮だっていうんですね。黒潮、黒い潮と書いて、これはあの小学校でも地理で習いますけど、南からビヨーンとこう暖かい海流が日本に来て、それがあの高知の方に行って、あと分かれてこう対馬海流の方に行って。ギリギリ、新潟のあたりで寒流とぶつかっておいしい魚がそこで取れるわけですけど、この黒潮の流れから政治を見てみないかといういざないです。どういうことか。私たちはつい気球がアメリカにポコンってこう中国のね気球が撃ち落とされると、この世界は中国とアメリカのどっちかにつかなあかんのかって思っちゃうんだけど、呉栄仁さんはそうではないんだと。私たち、このちょうどこの黒潮の流れに沿っている例えばフィリピン、例えば台湾、あるいはもっと南行けば東南アジアの諸国もそうだと思う、そして、沖縄の諸島、そして、まあ、あのちょうど北まで行くと朝鮮半島があります。こういった国々の目線になろうと日本人は思わないのかという批判でもあります。いつもどうしてアメリカや中国ばっかり論じて、で、彼が言うのはその黒潮の流れに沿って考えていくと当然この台湾というのと沖縄が一緒に手を組んで例えばあの中立地帯を作っていく、でそういうふうな形で、大国の干渉をアメリカからも中国からも寄せ付けないという小国なりの連帯のあり方があるんではなかろうかということをいろんなかんあの、プラトンからカントからですねいろんな哲学を引用しながら、論じているものになります。でこれも駒込さんから教えていただいたんですけど、そのもちろん日本が中国に対して戦争 の, あのきちんと向き合ってきたかったそうではないと思うし、これからもちゃんと中国で起こした例えば毒ガスもそうですが、そういうことをきちんと見なきゃいけないというのはその通りなんですけど、ただ今の中国のこの強権的なやり方っていうのはやっぱり僕はあの賛成はできないわけですけど、そういうふうな道でもなく、かといってじゃあアメリカのような
あのアメリカのやり方っていうのが果たして本当に民主主義かっていうと全然そんなことはない、今までお話ししてきた通り、じゃあそれとは違う全く違う価値観、あるいはその間に挟まって生きている、その大きな価値観の間に挟まっている国々で何かこう精神的文化的連帯ができないかということで、例えば東南アジアではですね、これミルクティー同盟ってご存知ですかね。ミルクティー同盟って言って、ミルクティーを飲む地域でこうみんなでまとまるっていうか、その中国がミルクティーを飲まないんですよね、確か飲まないので、あんまり飲まないらしくて、ミルクティー、ミルクをお茶に入れるところでまとまってみると、意外とこの弱いと小さな国々の連帯が見えてくるっていう、あのちょっと Google で引いてみてください。であと、Google ダメですね、大資本ですから、あの図書館、松本の図書館に行って調べてください。それからミルクティーザで、それと僕はやっぱり今回ずっと主張してきた、これごまごえさんは全然あのとかごえじさんは言ってませんけど、やっぱりあのヨーロッパの中でもちょうど中東欧のこう流れですね、この地域の人々のこの中小国のこう生き様っていうものをこう一緒に結びつけながら、私たちなりの考えをあのこの、まあ、平和思想っていうんでしょうか、反戦思想って言ってもいいかもしれないけど、もうちょっと強靭な思想っていうのをなんか考えられへんかなと思ってるんです。でその時に、やっぱりあの一つ重要なキーワードがあって、これ僕歌だと思うんですね。で歌ってのは何かっていうと、これ伊藤信弘さんっていう大阪大学の音楽学者が書いてらっしゃるんですけど、私たちが歌謡曲で聴いた歌っていうのは結構な部分が先ほど言った旧満州国ですね、中国東北部で聴いた不思議なメロディーを持って帰って作られたパターンがあるというふうに言われて、例えば買い物ブギとかそうらしいですけど、あと桑田佳祐さんってご存知ですよね、サザンオールスター、彼のお父さんか原裕子さんのお父さんが満州帰国者なんですから、帰国者なんですけど、その彼に聴いていろいろ音を取って、あの原裕子さんの歌を作ったりしてるんですよね。でその歌っていうのは伊藤信弘さんって中東欧の音楽の専門家なんですね。つまりこの今僕が申し上げたポーランドとかハンガリーとかウクライナ、あの地域の歌のなんですけど、多分この音楽っていうのは、ロマが広めたメロディーがあるんじゃないか。つまりロマっていうのは土地なき民ですから、いろんな地域で音楽をこう弾いて、それがユダヤ人の音楽やその地域の音楽と融合しながらこうユーラシアをこう自由に横乱していたんじゃないかっていうんですよ。でそれがあの彼が研究しているバルトークっていうあのハンガリーの作家曲家も、これ民族音楽をいろいろ採譜して彼は音楽を書いてるわけですけど、バルトークの中にも明らかにロマの響きがあるそうです。僕は音楽のことわからないので彼の受け売りですけど、でそう考えると買い物ブギからローマの音楽から、それから僕この前のポーランドにいた時にですね、ウクライナの人たちの女性たちのダンスと踊りっていうのを聞けたんですね。ごめんなさい、ウクライナに住んでるユダヤ人のだ、ユダヤ人ので、これ聞いてすっごい懐かしいんですよ。なぜかなと思って、なんかこうね、こう声の出し方とかがかつての歌謡曲になんか響いてる感じがあるわけです。でまあ、そういう意味でその歌とか文化とかですね、そういうものを私たちはつい大国意識を間違って持ってしまって、日本アメリカ経済第2位、もう第2位じゃないのか、日本は第3位かわからないですけど、まあ、とりあえず日本っていうこうなんか大国意識を間違って持っちゃってるけど、いや所詮小さな列島民で、その列島の連なりに朝鮮、あ、ちょっとごめんなさい、列島の連なりにチェジュ島もあるし、列島の連なりに対馬もあって、その中に奄美大島もあって、で、沖縄本島もあって、与那国島もあって、台湾もあるという、この列島民の一部として私たちがものを考えるようになれば、今の日本みたいな引きこもりナショナリズムでこう勝手に盛り上がっているようなものはなくなる。で、ご英人さんはそういうふう なんかな連帯のいざないをしているということになります。だからまあ別にそのいざないに乗りましょうってことを僕は言ってるわけじゃなくて、もうそういう考え方もありますよ。なんか大国でバンバンっていつもニュースで中国アメリカ中国アメリカって順番に見てるから、ついどっちかにつかなきゃいけないって思うかもしれないけど、もしかしたら手遅れかもしれないけど、でもそういうふうな国際認識を持ってもいいんじゃないかということです。いいですかね、上山さん。あれ、詳しくは週刊金曜日で僕がインタビューを受けてますので、週刊金曜日上松さんの記事で読んでください。
で次に戦時中の食料自給の話で、食料自給を目指してしまうとかえって戦争に向かってしまうのではないかという矛盾です。実はこれもうドンピシャで、実はこの前農業協同組合新聞というところで、世界平和思想と食料自給っていうテーマで僕エッセイ書いたんです、はい、でこれどういうことかというと、あと3時間ぐらいですかね皆さん、あと3時間ぐらい喋らないと間に合わないです。これどういうことかって、これを3分で話しますと、これどういうことかというと、要するに戦後GATT と WTO に結びつく世界の自由貿易主義っていう流れが国連にはずっとありますよね。今も WTO という形でとにかく関税を低くして、地域がとにかく物と人が物流がぐるぐる回るようにしましょうという考えが根強くあります、その行き過ぎが新自由主義なわけですが、この自由の貿易しましょうという考えがいつ生まれたのかっていうと、第二次大戦で生まれてるんですよ。で第二次大戦中に各国地域が、ブロックを作って経済で引きこもりになってしまったので、それが戦争をもたらしたのである以上、自由貿易でいかなきゃいけないでしょうっていう考えが国連の経済思想の中心にあります。ですからさっきおっしゃっていただいたことはそういう意味では正しくて、その自給自足をするよりは相互に国が依存すればするほど戦争は起こりにくいだろう、それが国連の発想だったわけですね。でそれは一方で多分そういうことも、経済が依存すればするほど戦争起こりにくいというのは一方であると思いますが、他方でそれへの反証もあるんですね。第一次世界大戦というのは、その第一次大戦が起こる1910年代というのは今までにない交流が世界中で行われていた自由貿易の時代なんですよ。それが結局ボスニアの一発の銃声で各国がいがみ合って戦争を起こしたということは、やっぱり自由貿易が必ずしも平和をもたらすわけではないし、それから先ほどの農業技術の話ですが、自由貿易をした結果資本と権力を持つ企業と国家が結局食の支配を握ってしまった。で、そうである以上飢餓はどっちかの側にこう偏ってしまうということをもたらしてしまった以上、食料のその自由貿易は必ずしも平和をもたらすどころか、むしろ構造的暴力の温床になってしまったというふうに言えると思います。じゃあということで、そこでこの2つの相反する2つを合体させた思想っていうのが必要じゃないかと思ってまして、ということを書いたんですけど、それはどういうことかというと、私たちは排外主義になってはいけないと。つまり人の自由、人が交流する自由、訪問する自由、これカントが言ってることです。訪問権と言いますが、人がノックしてちょっとこんにちは、ちょっとお茶でも飲みませんか、そういうふうな人と学問と文化が交流する自由っていうのは極限まで自由にすると。でだから今例えばロシアのものをできるだけ演奏しないとか、ロシアの演奏家は踏みを踏ませないと、つまりロシアに批判するロシア人じゃないと演奏させないっていうことになってますけど、でその気持ちもわからんでもないですが、やっぱりこう文化と学問っていうのは国境を越えるべきだと私は考えている。でそういう意味でそういうふうな流通はもうじゃんじゃん自由に やるべきだと思うんですが、地域に根ざしている、地域の風土に根ざしているものに関して、風土っていうのは、松本だった松本の気候や土壌の状況や水の流れに沿った食べ物っていうのはやっぱりその地域で回していくと。でそうしないとものすごい輸送にお金がかかり石油がかかるので、それがかえって石油の産出国を富ましてしまって、それが世界経済をむしろ破綻させていくので、そう考えるならできる限り給食とか自給、自分たちの周りの食べ物は自分たちで回しながら文化を自由に回していくという流れの方だったら、その戦争が起きにくい、かつ石油も使わないで美味しいご飯が食べられるということができるということをエッセイで書きました。で、おっしゃる通り自給自足だということがもし目的になるのであれば、これ結構危なくて、戦時中の日本もそれを言ってたし、戦時中のナチスも自給自足を目指したわけなので、それだけが目的になっちゃいけないんですけど、自給自足が国際貢献になる、あるいは国際的なフードシステムに対する対抗になるという意識の下での、地域内、食料の流通というふうに考えた結果、たまたま自給率が 60% に、あれ 70% に上がりましたっていうぐらいの方が私は健全ではないかというふうに思ったりしております。ありがとうございます。
あの時間がいくらあっても本当に足りないなという感じがしますけれど、ただ今日聞いていて、まあ、本当にいろんな、ね、考えさせることがあったんですけど、やっぱり簡単な丸バツで答えは出ない。とにかくそこの間をいろんな形で考えていくしかないな。今日来てる中高生の人たちもね、学校では常に丸バツが優先されるけど、本当にものを考えるとそういうことじゃないんだなということを、今日の中高生もそれから私たち大人たちも本当にそのことが問われたなという感じで、まあ、藤原さんもこうやってずっと考え続けているし、まあ、そういう意味ではこの戦争どうなるのかということも含めてですね、考えながらできることを、まあ、やっていかれればというふうな形で、いろんな形の勇気づけを今日はなんかもらったんじゃないかなという気もします。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。